クジラメ。クジラ目、クジラ目、学名、サボルド、クジラメとは、クジラ玉、ヒズメめ中のクジラクボバ類に属する、魚類体系の原生水生哺乳類と、その資源的祖先である陸生哺乳類、および、系統的類縁に当たるすべての化石哺乳類を、総括した、分類群を言う。新生代初期の水辺に生息していたコケモノをとして、 海への適応進化を遂げ、世界中の海と一部の淡水域に広く分布するに、いた動物群である。クジラとイルカが含まれる。ただし、それぞれは、系統学的グループでも分類学的グループでもなく、ハクジラの一部の小型種が、イルカとされることが、一般的である。かつては、コニューズナを構成する目の一つであったが、新たな知見に基づいて玉、ま、ひずめ目。 牛目と統合された結果、新目、クジラ玉、ヒズメ目の回分類となった。もっとも回分類階級の亜目、下目、小目などで言い換えられることは、まだ少なく、便宜上、従来と変わらず、クジラ目が用いられることが多い。現在の標準和名は、クジラ目であるが、漢字表記が不分理であった過去の時代には、クジラ目であり、また、目より、 上位の階級名の漢例として、音読みで、ゲ目としていた。クジラ目という塔を読みするようになったのは、後世のことである。日本語の、クジラの語源については、大きな口を持つことから古来、唇と呼んでいたのが転化して、クジラとなったとする説、体色が黒と白に、色分けされていることから来る黒白に由来するという、説など、諸説がある。イサナとも呼び、漢字で、 イサナ、イサム、イサザカナ、ナ、プチ魚、イサ魚などと書き表してもいた。漢字表記のクジラは巨大な魚とみなされたことに由来し、作りの形は大きい桁、数字を表す形と同源であるとされる。なお、漢字、クジラについては、による解説もあり。クジラの学名や星座名のシートスは、怪獣、海の太陽、クジラを意味するラテン語で、カラの仮入れ語。 なお、ラテン語本来の発音はケートスであり、また俗名などの構成要素として使われる、サイの英語の発音はシータスである。ケタス、セタスはいずれも日本語独自の慣習読み。また、本来のラテン語でクジラを意味するバーライナは、北極クジラ族の俗名ともなっている。イタリア語ベルナ、スペイン語バリーナ、フランス語バレンなどいずれもこの語に由来する。また、英語で、 クジラのヒゲを意味するベリーンも同語源である。ちなみにヒゲクジラのことを英語ではベリーンホエールという。英語はオランダ語のドイツ語のスウェーデン語のなどとともにゲルマンソゴキラズからの発展形である。日本語ではクジラの中でも生態で体長を4メートル程度以下の比較的小型のハクジラの一部をイルカと呼ぶが、生物分類上はクジラとイルカの間に 明確な境界はない。この曖昧さは日本語だけのものではなく、例えば英語では、ヒゲクジラのすべてと、大型ハクジラ類を、クジラ、小型のハクジラ類、外して、日本語での、イルカを、さらに、イルカ一般と、ネズイルカの二つに分け、計三種類に区別して呼ばれるが、生物分類上は、ホエールとドルフィンの境界は明確ではない。古生物学の世界では長い間、 新生代、赤月新生から死神世にかけて生息した肉食性夕日爪動物のメソニクスメメシニーケアがクジラ類の祖先に当たるとの見方が伝統的かつ支配的であった。しかし、これに代わって2000年頃からは新たな知見に基づき原始的な肉食性玉ズメ類がそれであるとの見方が有力となっている。これに基づけばメソニクスメはクジおよび玉日爪類と 近縁ではあるが姉妹グループであり、クジラの祖先ではないとみなされている。死神予初期に水中生活への依存度を高めていた陸生玉、ヒズメ類の一群が、その環境への適応を一段と進めて、分化、分岐して進化していったものであるとの説である。この新たな知見とは、延期配列の解析など進歩著しい分子、系統学からのアプローチや、 玉ヒズメ類に近い特徴と、クジラ類に固有の特徴を合わせ持った虚骨を備える四つ足の資源的クジラ類の化石発見から垂らされた形態学由来のものであった。また、分子系統学からは、クジラ類はカバ科と姉妹群であるとの指摘がなされている。これを基地の知見と称号すれば、クジラとカバの系統的文化は少なくとも、暁、 神聖の後期以前に起こっていたことになる。しかし、その時代からの化石がまだもたらされていない今日では、約後三百万年前、シシニオ諸島が実証可能な最古の時代であり、パキケトスカをもって最古としている。彼らの段階では、クジラ類はまだ水に潜って餌を取ることの多いオオカミいの四足動物しかなかった。系統分類についてさらに詳しくはクジラ玉。 ヒズメクを進化経緯については、ハラクジラクを参照のこと。クジラ類はすべて水生であって主に海に生息するが、カワイルカ類など一部のものは川や、奇水域に生息する。原生動物としては、体長や体重が最大のグループを含み、特に白ガスクジラは、動物として史上最大の質量を、体重約130トンを誇る。一方で、 クジラメの中で最も小さいのは小頭ネズミイルカであり、体長は約1.5メートル、体重は50キログラム程度に過ぎない。魚類やイカ類などの糖塞類を食べるハクジラ類とオキアミなどのプランクトンや群衆性小魚類を食べるヒゲクジラ類では、食性が異なるが、すべて広い意味での肉食性である。白クジラ類は海の生態系の最上位のほか、行為の多くを占め、 ヒゲクジラ類も低位消費者の最大種を含む一大グループとして多様な進化に成功したものである。クジラ類の耳には自覚はなく単なる直径2ミリメートル程度の穴であり耳垢が詰まっている。耳垢の層を数えることによりある程度の年齢を推測することができる。脂肪を蓄え、それによって水分を作って過ごす。感染はない。 頭部の背側に呼吸のための噴気口を有す。噴気口はヒゲクジラでは2個、ハクジラでは1個である。噴気口は開閉が可能であり、頭部を水面上に出して噴気口を開けて空気を吸い、それ以外の潜水するときなどは噴気口を閉じて水の侵入を防ぐ。いびきをかくこともある。噴は固形分が少なく液状に近い。 哺乳類であるので体温は35氏三37度で、へそもある。乳首は2つあり、風もひく。泳ぐ速度は、時速3キロメートルから5 0トル程度。寿命は30年から120年程度である。他の哺乳類同様、大型種ほど寿命が長い傾向にある。クジラ類は、ハラクジラク、ハラクジラク、フルクジラー目、昔、クジラモ目とも、 小白ジラー目、ヒゲクジラークの三つのアモクに分類されるが、ハラクジラークに属する種はすべて絶滅しており、原生はヒゲクジラークと白ジラークの二アモクである。白ジラークとヒゲクジラークは一時単系統性が疑われたこともあるが、単系統ということで決着がついた。白ジラー目、ヒゲクジラーク以外のすべてという形のハラクジラークは単系統ではないため、 廃したり、いくつかのトガを除外したりすることも多い。ハクジラ類は、ハラクジラ類と同様に獲物を捕らえるための歯を持っている。また、ハクジラ類は、自分の出した音の反射を利用して、獲物や障害物を探る反響定位、エコーロケーションのための器官、すなわち、上眼下突起、顔の筋肉、鼻の反響定位器官を発達させていることを特徴とする。イルカ、シャチ、 一角などもハクジラークに属する。一方、ヒゲクジラ類は、校内に、プランクトンやオキアミなどを越し取るための櫛状のヒゲ板を持つのが特徴で、葉は消失している。現、クジラー目を置き、ハクジラとヒゲクジラを下目とすることがある。また、シート目、ウィッポモーファメなどを置き、スティシャオアーク、この表のアモクを下目とすることもある。かつては、 カワイルカを総括する、カワイルカ上カプラタニストイディアを置くことがあったが、側系統であることが判明し、分割された。原生クジラ目の系統関係は次の通り。原生では、カバカが姉妹群であり、合わせて、単系統群のクジラクボバルイ、ケタンコドンタ、シュタンカドンタをなす。ガスクジラ科の単系統性は疑わしく、国ク,クジラ科と合わせて、単系統をなす。 国際的なクジラメの保護としては、IUCN 国際自然保護連合が作成したレッドリストに多くの種が掲載されており、国際的な小取引を規制する絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引にする条約、ワシントン条約にもクジラメの全種が付属書 IREI2 に掲げられている。また、1946年には、 国際捕鯨取締条約が採択され、クジラ目の資源管理、保存、利用が進められている。日本では伝統的にクジラ漁が盛んであったが、国際捕鯨委員会による商業捕鯨禁止の決定により、現在指定された種のクジラについては、調査捕鯨以外の捕鯨を実施していない。ただし、他のクジラやイルカについては引き続き捕鯨の対象になっている。また、 近年では、ホエールウォッチングというクジラとの新たな接し方が観光資源として注目されてきている。日本のクジラ目は環境省及び水産庁の法令等により保護、管理されている。環境省は哺乳類レッドリストでは対象外としているが、種の保存法に基づく国際気象野生動植物種にはクジラ目の種も定めしている。これは、 罰則規定がないワシントン条約の国内での実効的な運用を目的として設けられている。一方、水産庁は水産資源の持続的利用を目的として、日本の希少な野生水生生物に関するデータブックという水生生物のレッドデータブックを発行しているが、その評価基準及びカテゴリーは、最新の IUCN カテゴリーではなく、 環境省の1991年版カテゴリー IUCN カテゴリーバージョン1に準じており、また独自のカテゴリーも設けているなど、複数の専門家から問題点が指摘されている。例えば、水産庁のレッドリストでは、生息数の変動が自然変動の範囲内である野生物は普通種としてランクされる。例えば、10万頭が1万頭に激減しても、その後、 大きな変動がなければ、普通種と評価されるという点を、日本十一区産大学、現日本獣医生命科学大学の山、新一助教授、当時が指摘している。また、日本霊類研究所では、捕鯨対象種のクジラ種のうち白流すクジラと、北極クジラ以外の資源は健全であると発表しているが、これは、すべての生息数を合算したものであり、 それに対して、元日本芸類研究所の加スヤト教授は、クジラの生息数は、世界で均一ではなく、その地域の個体群ごとに、資源の管理を行わなければいけないと指摘している。下記に、IUCN、国際自然保護連合が作成した2006年版、レッドリストに記載されている、主なクジラ目を示す。カッコ内は分類された都市で、内は、 IUCN 日本委員会の訳語である。下記に、絶滅の恐れのある、野生動植物の種の国際取引に関する条約、ワシントン条約の付属書に掲げられたクジラメの種を、示す。5、おさむき。